今回はですね10月30日に行われました秋の園遊会あちらについてまた秋篠宮自身三手子自身とも呼ばれている女性自身から記事が上がってたんですよそのタイトルが「本わ化する佳子さま秋の園遊会」で見せた愛子さまへのフォローに絶賛の声とあるんですよねいやいやいつどこで愛子さまフォローされたのという感じですよね何なのという ああここまでやるんだというふうにね思ったんですよ確かにねあの仲睦まじく2人でお話しされてるシーンも見受けられましたけども非常に仲がいいんだなっていうのはよく分かりましたよだけどもフォローなんかされてないなと僕が見た限りではね思ったんですでそこで、まあ、この記事ずっと見ていくと下の方にですね何やら X のコメントを引用されてるんですねで愛子様と佳子さまが談笑された場面は X でも愛子南親王と過去内親王が仲睦つまりそうに会話なさっているご様子がほんわかするなと感じましたと、まあ、これはねまあ一般的なコメントだと思うんですよしかしその次愛子様、ちょっと緊張気味だったご様子ですが過去様のフォローでリラックスなんて感激する声が上がっていたというねお話なんですよこのコメントなんですけども聞いたところによりますと X 界隈で結構有名な のの方のコメントだそうですよだからそこを切り取ってアップしたようですね女性自身って感じがしますよね本当にまあ次世代を担うお二方の仲むつまじさは招待客をほっこりさせたことだろうと確かにそれはね わからないでもないですけども、いや、これはちょっと行き過ぎでしょうと。愛子様も名指しで、佳子様が、なんやね、上の立場からみたいな、そんな感じのお話をされるのは、これはおかしいんじゃないのと。だって佳子様自身があれ、そんなにこの回に出たのは昔じゃないですよね。そんなに先輩でもないですよね。一回ぐらいじゃないんですか多いのが。 だって春の園遊会も愛子様出ていらっしゃいましたからね。その前ぐらいからですよね、佳子様だって。そこでですね、YouTube でちょっと色々見てみたら、いつものあのテレ東ビズの皇室ちょっといい話というので、あれで1時間半ぐらいの動画があったんですよ。これ全部ね、最初から、ほぼほぼ最初から放送されているような動画なんですよね。これを見ていって、 この動画って結構たまにポロッと辛辣なことを言ったりするんですよね特に男性の方が男性誰なんでしょうかね新見さんっていう方でしょうかね新見太一さんお名前があのハッシュタグついて下の方に書いてあるんですけどもそこはちょっと定かではないのであれなんですけどもねこの日は結構ですね朝から天気が良くて具合悪くなっちゃうぐらい な方が出るぐらいに逆に暑いぐららいいいにに逆暑だったとその具合悪くなった方に会場から見えるところに秋篠宮家の倉庫が見えるとなのでそこは実は冷暖房完備なので解放してくれればいいのになというようなねお話もされておりましたよ。これを見ていくと、まあ、菊のご様子とかねご紹介されてるんですごい見事なねなんとも見事な技術のこもった菊だなと。 いう感じはね、見けけられるわけです。そうするとあのいつもの丘の上にね天皇皇后両陛下を先頭に歩いてこられるとそしてその次はあのちょっとね皆さんも怒り心頭な感じで順番がねえ宮殿下と喜子さんが並んでくると、まあ、ご夫妻がね2組並んできてその後とに敏宮愛子さまとね 一番最初にねキイコさんがいきなり愛子さまにね声をかけたようで、まあ、声をかけられたら応対しなきゃいけないこの並びですからねすぐ隣ですからでもちょっとね僕が見たところはこの愛子様もねキイコ様のちょっと感覚空けててるなっていうのが <laughs> 分かるんですよねその喋ってる様子も流されてるんですけども,もの能面に笑顔を貼り付けたような笑顔でね 怖い。あの怖さにきっと、年宮愛子様もね、もう応対せざるを得ないんじゃないかなと。まあ、ちょこっと話しされてましたけども、その後すぐにあの、佳子様がいらっしゃって、隣に来て、花子様と信子様ですね。で、花子様は、ちょっと足が悪いようで、杖をつきながらね、あの、やっとこそっとこって感じで、登ってこられたんですよ。そして、佳子様の隣に並ばれる、その前ですね、 花子様と信子様と佳子さまの後ろの方を見てあらって感じでそしたら花子様がかがんで手を出されてですね何やらやってるんですよ。あれ何やってんのかなと思ったらなんかね落ち葉かなんか砂で汚れてるかそんな感じだと思うんですよ。片手でね足がお悪いのにパタパタッとやってらっしゃるんですよね。それれをやられてる時のキーコさんと エーミア殿下は、まあ、知らん顔してましたけどもね。隣にいる信子様も、あと、その隣が女王アキコさんね。で、そのあ隣にエースクイーンヨ子コさんがいらっしゃいますけどね。<laughs> この方もどうなのって感じですけどもね。まあ、これはまた別の動画でね、ご紹介いたしますけども。いや、すごい頭してましたよね。金髪にピンクのメッシュ入れるっていうね。しかもピアス。 変なピアスしてね、変なのか分かんないですけども皇族をあまり変形で見てしまうとねあれですけどもまあ、自由にされても結構ですけどもいやピンクはないでしょうとお年を考えてよと確かこの方は41歳なんですよね女王アキ子さんもねそれぐらいのお年でまあ2人してね髭の殿下の血を引いてるんだなっていうのがねよく分かりましたでそれで花子様がこのパタパタってやって ま取、あ、れたか取れないかよくわかんないですけどもこれはねおそらく加古さんの着物での歩き方お写真上がってましたよね普通の洋服着てるようにカッポしてましたよね股そ股大股まではいかないですけども普通の歩幅であれはちょっとないですよね お着物を着て歩かれるときは、こう、しずしずとね、間が開かないぐらいな歩幅ですよね。それが、なんか美しいなというふうに思うんですけども。いや、あれはないわ、と思いましたよね。<laughs> エイミア家の女性軍は、特集もありましたけども、みんなあの、なんか、大股で、こんな感じでしたね。ちょっと残念だなと。もうそろそろ30歳になるのに、という感じでね、思いましたけどもね。もう冒頭ですよ、ほぼほぼ。 始まって2分ぐらいで、そんなやらかしをね、起こされた加子さんなんですよ。そんな中でですね、あやこ様をフォローするとか、ありえないでしょ全く。何なの <laughs> こういうところはやらないんですよね。動画の中の人も食べらないんですよ。あ、なんだ、またやらかしたのかって感じでね、文、うん、をつなるんでいらっしゃいましたよね。それで、しばらく経った後に、花子様と、信子様が、揃って、 こうだから右の方をジロって感じで睨んでる写真がありましたけどもねあれはどうやらあちら側からあの招待客の方々がですね皆さんの前を皆さんというのは皇族の方々の前を通って行かれるんですよねあじゃあ次の方が来られたわっていう感じであの見ていたみたいですね動画通してみたら分かりましたよ自分の前を通られるとこう軽く会釈をするというねそんな流れになってますねおそらく 信子様としては前を見ているとすぐ隣に明子さんがいるからちょっとあまり会話もしたくないしちょっと感覚空いてるんですよ。秋篠宮殿下と紀子さんがこれぐらいでいてでその間にこれぐらいあって敏宮愛子様加佳子様花子様信子様とこと固まってるんですね。でその後に秋子さんと ちょっと空いて、洋子さんと、あとは、久子様と、久子様の娘様ですね。あの、お名前ちょっとど忘れちゃったんですけどもね。まあ、ここは感覚、等感覚で空いてるんですよ。で、ここの間だけくっついてるんですよね。敏宮愛子さま、佳子さん、花子様、信子様と。なんかちょっと異様な雰囲気がね、ありましたけども。 でそこは普通に等間隔で良かったんじゃないかなと思うんですけどもおそらく信子様が明子さんとあまり近づきたくないんだなっていうのがなんとなく様子でね分かりました見てた様子で。おねり歩きといって両陛下からねスタートして招待客の皆さんの前を歩かれるわけですけどもその際に両陛下がねご招待された方々ですからやはり両陛下が一番長くおしゃべりになるというわけなんですよね。で一番最初に、 立っっっていらっしゃったのが、杉太郎ささんん、ね。とご夫妻、五代夏子さん久しぶりに見たなと思いましたけどもね一番最初に立っていらっしゃいましたよ。なんんかかかあるんですね、ね。この順番とかも、ね、そして一番動画に注目されていたところがオリンピックの選手の辺りに差し掛かったところですよね特に大きなやり投げの選手ね天皇陛下と頭一つぐらい違いますからねいやーちょっと圧巻な感じがしますがこんなに大きいんだと。 思いまししたよね槍投げるの大変でしょうとすぐ裏にあの池があってあそこぐらいまで飛ばせるんじゃないのみたいなそんなねあの結構フランクにお話ししてましたけどもね、まあ、そんな話し方は <laughs> してないとは思いますけどもそんな内容でしたよねすごいこの女性も笑顔でね素敵だなと思いましたよね。天皇陛下皇后陛下がお話をされてその後エミ美ご夫妻がね来られてお話をされるんですけどもじゃあ笑顔がスッと消えるんですよね。 なんでなのかなと思って紀州の方はね威厳があるからですよみたいなねそんなお話し,してましたけどもいやそうじゃないんですよね特にエミア殿下かなと思ったんですよそうしたところ、まあ、ちょいちょいね目を向くんですねこう目をグッとやれ怖いですよ話の途中にずっと、ね、見てたんですよなんでかなと何回か繰り返してねあとですねだんだん話していくうちにそのお相手様いらっしゃいますよね その方ににどどんどん前に近づいてってっんですよ近いんですねやだよって <laughs> もうこれはやだよっておそらくね立ってる方々もねずっと立ってますからねでもこれ1時間半ぐらいずっと同じ場所にずっと立ってなきゃいけないと中にはね貼り付けたような笑顔の方もいらっしゃいましたけどもこれは結構苦行だなという感じがしますそんな中でエイミア殿下のねあの目を見開いた顔であの近づいてこられたら ちょっと嫌ですよねで特に並んでてしばらく行くとパラリンピックに出場された方だと思うんですがあの車いすでねあの女性お二人若い方が座っていらっしゃってそのお二人とお話しされる時も天皇皇后両陛下は背丈的にちょうどこう座ってる方々に対して少しかがむ程度でちょうどこう目線が合うんですよね。でででも英宮殿下でかかいいじゃないですか <laughs> ってかがもうては思ってもそれでもやっぱり合わないんですよねだから最初の時に一回かしゃがんじゃいましたからねあの人子供みたいにストンと「何やってんだこいつ」と思ったんだけど <laughs> したんだけどもでもそれはその後すぐにね何か言われたのか知らないですけどもちょっと中腰にね直されましたけどもでもあれも結構長いこと喋ってたから10分ぐらい喋ってたんじゃないですかねああれはあれはで結構腰 辛かったんじゃないかなって思いましたよね。だからあのテレビがずっとこう撮影しているので、まあ笑顔を絶やすわけにはいかないんですよね。その点はあのキーコさんはね、いつものあの仮面を貼り付けたような感じなので大丈夫だったんですけども。 エえみさんはね、ちょっと振り向いた瞬間が、ちょっと苦い顔をしてましたよね。ああ、こみたいな、そんな感じ。こういうところも見れるんだと思って。天皇皇后両陛下がお話しされてるときは、声がね、肉声が聞こえるんですよ。声聞こえるじゃないのと思ってたんですが、大方両陛下がですね、お客様の前を通り過ぎた後、他のところに行かれた後ですね、音声切られちゃうんですって、宮内庁から。動画内のナレーションされてる方々がね、 おっしゃってました。よくね、クレームが来るそうなんですよ、この動画のコメントに。なんで音声をしっかり届けるのがテレビの仕事だろうみたいなね、そんなコメントがあるんですよ、なんて言われていて。で、そこで、まあ、言い訳的な、まあ、こういう理由があるんですよっていうお話をされていました。あ、そうだったのと。宮内庁もね、やっぱり、宮殿下がまたおかしな、とんちんかなね、質問をしたりとか、お話をされるとか。で、 逆にお相手方から変な質問が来たりとか、まあ、そういう声が聞こえないようにってことでしょうね。天皇陛下にね、直訴しちゃう人も中にはいるかもしれないですよ。その昔過激な時代ね、あの昭和の時代にはそういうこともあったなんて噂は聞きましたけどもね。なんか今だったらありそうですよね。ああ、でもまあ招待されたお客様ですから、まあそういうのはないかな。どうでしょうかね。 でも中にはあの工作員みたいなのがいてねいろいろ調べられるとは思いますけどもねあ勝手に想像してますけども、まあ、そんなことももしかしたらあるかもしれないなということで「エミヤケをトルコに行かせないでください」みたいなね「トルコの大統領はきっと怒ってますよ」みたいなそんなコメントを出されてしまうかもしれないと一つの例としてだからそういった国民の声を直接その電波に流せないようにってことでしょうね中にはももししかしたら言ってる人も いるかもしれないとなんかありそうだなって思いましたよだからその音声を切るっていうところでねそういうのがおかしいんだよと思ってさ常にそうやって隠したがるじゃないですかだからボロが出ないようにっていうのはわかりますけれどもいやそれをボロを見せるっていうことも逆に言えばエミア家の、ね、バッシングに次ぐバッシングこれを和らげる一つの方法でもないのかなとは思うんですよねああこのヒゲのおじさんまたやらかしてるよとかねだんだんあの同情に変わってくるんじゃないかなっていうのもね 思ったりもしたんですけどもねもう,手遅れかなどうでしょうかね、まあ、そういうところ一歩一歩ねねね積み重ねていいくしかないのかななの思うんですよ、ね、天皇皇后両陛下が去られた後ですけども、まあ、音声は切られちゃってるんですがなんとかですね、まあ、愛子さまの肉声を届けたいというこのテレ東ビズの上側がですね遠くから撮影するそのカメラの横についてるマイクでなんとか声を拾おうとしてるっていう、まあ、それは分かるんですけどもどうしてもねやっぱりおそらく遠くからズームで撮ってると 思うんですよね。でもね入ってこないんですよねこんなにね近くでお話しされてるのになと思ってるんですけどもまあ、残念だなと思いました一回終わってからさらに最初からね年宮愛子さまがスタートするところからもう一回動画を回すんですよでそこでお話しされてる様子をねご覧になってくださいみたいなそんな感じなんですけども「エイミー家早く行けよ」みたいなそんな声が聞こえてきそうな感じでしたけどもねうんそして、まあ、年宮愛子さまがねお話をされていて。 皆様笑顔でね。まあ、お年も近いということもあってか、あの、オリンピックの選手の方々もね、まあ結構和気あいあいとお話しされてる感じがね、声はな,なかなか聞こえないんですけども、まあ伝わってきました。で、その後、まあ、加古様が続くんですけども、愛子様がまが、あ、去られた後、佳子さまのいつものあれが始まりましたよ。あの、ひょこ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 こういうの。 「ペコペコ姫」って呼びましたけどもねその時は「<laughs> ああペコペコ姫」始まったよと思って来てましたいやもう30歳なんだから特にね車椅子の方のところに行った時にね腰をかがめるのは分かるんですけども腰ををかかがめてさららに頭を下げるもんだからこううなっちゃうんですよこれはねちょっとなーと思いましたね開始早々2分ぐらいのところでね いきなりやらかししてるしそして最後の方ではこの招待客の方々とねお話しされるっていうところが、まあ、一番のシーンだと思うんですけどもね、まあ、そこでそういうところを見た方も中にはいらっしゃったんじゃないかなと思いますよあまたやってるよひょこひょこと落ち着きがないなという感じでこれでね30までにはっていう話エイミア殿下のねあの伝説のセリフがありますけども。 30までには結婚できたらみたいなね自分の娘に帰ってきちゃってるじゃないですかねそういうこと言うからそういうことになっちゃうんだという話ですよどうなんでしょうかね加子さん水面下ではお付き合いされてる方とかいらっしゃるんでしょうかねまあでも見た目はそんなに悪くないと方なのでそういうところがお好きな方はねいらっしゃるかもしれませんけどもでもね 宮家の噂ががここままで広がってしまうと、やはりご結婚される方は相当な鋼のメンタルのお持ちな方でないと無理ですよねそれかよっぽどの荒れな方か小室さんとかねあの方のお話もまたねちょっと新しいお話が上がってましたけどもね <laughs> いろいろとねありましたよなのでねの宮愛子さまは本当に素晴らしいなと思いましたけどもだからあの記事のあるように。 僕はこの1時間半の動画を見た中で、カコ様が、年宮愛子様をフォローするシーンなんて一つもございませんでした。逆に、年宮愛子様の視線がね、ああ、過ちゃん、そんなに、ひょこひょこしちゃいけませんわ。もう30歳になるんでしょみたいなね。 そんな感じが見て取れましたけどもね皆さんはどのよううにねね観察されまししたでしょうか、ね、やはりねまあ高騰についていろいろ毎回ねお話しされますけどもやはり皇室転覆、まあ、これに尽きるなという感じがいたしますよ。それを変えていかなければ皇室にとっての新しい時代というのはね来ないんですよね。もうどん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 あの海外の方からも日本の皇室はただ古いだけじゃないかと。 いうふうに言われてしまうと。今、日本の国民の方々からもね、そのうちもういらないとかね、コメントの中でもありましたよ、結構。これを機に、もう皇室制度をなくそうか、みたいなね、そんなお話。そういった議論にまで発展してしまうということになるんですよね。なので、あの、政治家の方々はね、本当に踏んぞり返ってないで、早く仕事してほしいな、という感じがいたしました。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。